どうもサニーウエストです。今回は山口県東部にあります岩国市からですね、出発してみようかなと思います。この JR 岩国駅はちょっと前にですね、改修工事が終わりまして、とても綺麗な駅になりました。山陽本線の他にも岩徳線っていうまた別の路線があります。それと第三セクターなんですけど、錦川鉄道っていうのがありますね。今度ね、いつかこの鉄道もね、動画に出してみたいなと思います。岩国コーヒーは自家焙煎しているコーヒー店なんですよね。でも中はですね、とってもラフですよ。入りやすいです。これが錦川鉄道ですね。0番ホームに停まってます。0番ホームってなんか面白いですよね。色は4種類あります。今回も用意してもらったアニメーション、山さんに作ってもらったので、これで説明してみようかなと思います。岩国から徳山方面に行く場合は2線路あります。上の岩徳線、赤い方ですね。で、黄色い方が山陽本線です。今回乗るのはこの黄色い方ですね。海沿いを走る山陽本線で甲府の方まで行ってみようと思います。なぜこの山陽本線がおすすめなのかっていうのはですね、実はですね、景色がいいんですよね。サニーウエストはですね、普段からね、車ばっかり乗っているんですよね。実は皆さんもそうじゃないかなと思います。この電車ね、可愛いんですけどね、実はね、走りはえげつないんですよね。結構ぶっ飛ばしますんでね、ぜひその模様も見てください。では乗っていきます。4月以来のですね、2ヶ月ぶりのもう電車でね、もうすっごい嬉しかったですね。禁断症状が出たんでね、もう梅雨の晴れ間に行ってきましたよ。めっちゃニコってますね。ダークチェリーディニッシュです。商品紹介してますね。レンコン畑です。すごいね。うちのパンが岩国バーガーです。もう恥ずかしいわ。景色のことを共有したいんですけどね、その前にね、ちょっと私言いたいことがあるんですよね。乗り鉄としてね、言わせてもらえるですね、この走り感動してます。泣いてます。すごいよこれ。そろそろね、周防大島がね、出てきましたね。ここね、なかなかの釣りの聖地なんですよね。鳩釣り、浜釣り、あと船でもね、行けるっていうね、ものすごい有名な釣りスポットです。新入社員の頃にですね、会社のみんなでちょっと釣りしに行ったんですよね。で、そこで私がたまたま投げたハマ釣りだったんですけど、そこでなんと彼40センチ釣ったことがあるんです。もう超ビギナーズダックで、みんなに大爆笑されましたね。そろそろね、橋をね、くぐっていくんですけど、電車はここはですね、橋の名前が何だったっけな、大島大橋だ。大島大橋っていいます。結構大きな橋ですね、これね。くぐるんですよね、これ。すごいいい景色じゃないですか。岩国を出発して1時間半ぐらいですかね。徳山駅に
つきましたよ。徳山はもうすっ飛ばしていきますよ。豊富まであと30分ぐらいかな。まだまだ豊富までどんどん行くんですけど、その徳山と豊富の間もですね、また海が見えてくるんですよね。ここの海がね、またすごい綺麗なんですよね。都の海っていうところなんですけど、都民の海って書いて都の海って言います。この古い駅舎もね、もうたまらなくいいんですよね。すごいですよね、なんかね、雰囲気がいいでしょう。都の海の駅を過ぎたところからもですね、当分海が見えるんですけど、海の色がね、なんかね、さっきのところよりまたちょっと違うんですよね。すごい綺麗な色です。海がもう目の前ですよね。防波堤を隔てても線路と海みたいな感じなんですよ。もうここ最高のスポットだと思います。豊富にね、電車で行ったことはなかったんですけど、今回初めて降り立ちました。特にね、下調べをしてなくて、もう突然ね、スケジュール勝手に決めてやってきたので、何しようかなと思ったんですけど、たまたま豊富天満宮に行くバスが目の前にあったので、もう乗っちゃいました。とはですね、実は40代の頃からウォーキングを始めたんですよね。なんかね、体力がないなと思って、まさかね、自分が YouTube するって思わなかったですしね、なんかこういう旅のね、動画でね、結構ね、歩くんですよね。すごい役に立ってるなと思いましたね。この時期は、どうもね、七夕の飾りをしていたみたいで、すごい綺麗でしたよ。で、あと、この日、なんか田植え祭みたいなのもやってましたけどね。結構ね、平日だったんですけど、その田植え祭みたいなのに、こう人がたくさん来ててですね、なんかちょっと見て帰ろうかなと思ってて、で、ちょっと待ってた間にですね、ここすごくいい高台の場所を見つけたんですよね。ここね、すごい良かったですよ。なんかね、素敵なところでしたね。一応ね、記念に、なんかおみくじなんか引きたい気分になったので引いてみました。吉でした。というわけでですね、もう帰ろうと思いまして、何も本当に何もしてない、豊富天満宮以外何も行かなかったんですけど、次はまた今度徳山に帰ってですね、ちょっとあることをしてみようと思いました。帰りも再び都の海の綺麗ですね。着いたらもう
次岩国駅に行くまでの乗り換えが30分しかなかったんですね。もう急いで徳山であることをしました。山口朝寝ちょるご抹茶クリームフラペチーノ。自分の住んでるところのね、あの地元フラペチーノは飲んだことないんですけどね。この山口のフラペチーノなんですけどね、食感がね、いろいろ楽しめてね、美味しかったですよ。この徳山駅はですね、新幹線の、駅としても使われています。大きなね、駅なんですよね。で、周南市のですね、図書館とか、あとはさっきのスターバックス、それから蔦屋書店なんか入っててね、なんかとってもおしゃれな駅なんですよね。素敵ですよね、この天井ね。すごい急いでね、フラペチーノを飲んで乗り込んだんですよね。もう本当にちょっと放心状態なんですよ、今。ちょっとね、眠くなってきましたね、だんだんね。でも頑張りますよ、もう少し。岩国まで帰ります。結局ね、もう眠くてね、いつの間にか寝ちゃいまして大事なね、帰りの景色全く撮れてませんね、これね。もうあとは岩国まで帰るっていうね、もう安堵の表情ですね、もうこれね。もうね、今日一日終わったって感じでね、もういい旅になりました。サニーウエストでした。またねー。